高等学校吹奏楽部の皆さん、菊池俊介先生の記念室ゆかり先生です。この横浜創英さんはですね、数ある高校の中で神奈川県で毎年トップの成績を取られている優秀なバンドでございます。素晴らしい演奏を今日も聴かせていただけるのではないかと思います。一部と二部と分かれておりましてですね、一部は日本の名曲、そして、後半は世界の名曲という形でプログラムを作っていただきました。それではこの先は、部員であります須藤さんと松原さんに、マイクを渡していただきまして進行をお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。中学高等学校吹奏楽部です。現在高校生191名、中学生5名、計196名で、心のこもった音楽をモットーに日々練習に取り組んでいます。本日は部員の中から約50名と指揮常光義晴先生でお送りします。第1部、最初に演奏する曲はジャパニーズグラフィティ17美空ひばりメドレーです。日本歌謡の永遠の歌姫美空ひばりの数多いヒット曲の中から、愛さんさん、リンゴ追い分け、お祭りマンボ、川の流れのようにの4曲がメドレーになっています。続けてお送りする2曲目はジャパニーズグラフィティ19です。8時代を全員集合世代の方や、再放送 DVD でドリフを知った方、どの世代にも愛される名曲の中から、ちょっとだけを全員集合、ドリフの早口言葉、ドリフのずんどこ節など、数多くの曲をユーモラスなアレンジでお楽しみください。それでは2曲続けてどうぞ。